対に嫌。あんたがパパなんて私は絶対に認めないからね。ミホ、どうしてそんなこと言うの。私の名前はミホ、ここにいるのはママとおじさん。私のパパは2年前にお空に行ってしまった。私はパパのことが今でもずっと大好きなのに、ママはもうパパのことなんか忘れちゃったみたい。シュウちゃんに謝りなさい。ママがシュウちゃんと呼ぶこのおじさんはママの会社の上司らしい。そう、私はママとおじさんが結婚するという話を聞かされた。私にとってパパはパパだけ。今さらおじさんのことをパパだなんて思えない。だってこんなおじさんパパじゃないもん。ママが好きなのもパパだけでしょ。パパのこと忘れちゃったの。ママ、パパのこと裏切るのねえ。それはユウ、俺のことをかばってくれてありがとう。でもいいんだよ、ミホちゃんもいきなりこんなおじさんがママと結婚だなんてびっくりするよね。ごめんね、ミホちゃん。ママはパパのこと忘れてなんかいないよ。俺も君のパパにはきっと勝てないけど、それでもママやミホちゃんのことを支えたいって思うんだ。一緒にいさせてくれないかな。うるさいうるさいうるさい。あんたがパパのこと語らないで、私あんたのこと大嫌い。あ、ミホ待ちなさい。ミホちゃん、ママの結婚には大反対してみたけど、子供の私の意見なんてお構いなしに、おじさんは私とママの生活にどんどん入ってくるようになった。週に何回か食事を一緒にするようになって週末はどこかしらに出かけるようになって、やばーい飛ばされるポニー。おじさんはとにかく私に好かれようと必死で、毎日気持ち悪いくらいに機嫌を取ってきた。そんな作戦私に効くわけないじゃない。ほら、ミホちゃんもこのケーキ食べなよ。いらない。そんなこと言わずにさ、美味しいよ。いらないって言ってるでしょ。私がこんなケーキ一つでおじさんを認めるわけないでしょ。うん、もうミホ。そんな日々が何ヶ月か続いて、私とおじさんの距離が縮まることはなかったが、ママとおじさんの結婚式当日はやってきた。ねえ、ママのドレス攻めすぎじゃない？そうかしら、似合ってるでしょ。いや、ちょっと。っていうかママ、本当におじさんと結婚しちゃうの？やめなよ。まだそんなこと言ってるの？シュウちゃん本当にいい人よ。いつかきっとミホも仲良くなれるわよ。何度言ったらわかるの？私にとってパパはパパだけ。あの人はパパじゃない。仲良くもできない。まったく、もう今すぐにとは言わないからね。私にとってはミホもパパもシュウちゃんもみんな大切なのよ。でも、あ、はーい、失礼いたします。あの、新郎様の到着は何時頃になるでしょうか。そろそろ式のお時間なんですが。あ、確かに遅いですね。何してるのかしら。すみません、すぐに確認しますので。かしこまりました、お願いしますね。それでは失礼いたします。このままずっと来なくてもいいけどね。式場間違ったんじゃない？こら、ミホ、なんてこと言うの。それでこのまま結婚もなしになってくれたらいいのに。いい加減にしな。あ、シュウちゃんかしら。あれ、知らない番号から。もしもし、ソプラノ病院の者ですが、修二さんの奥様でしょうか。はい、確かに修二の妻ですが。実は修二さんが事故に。ミホ、病院早く行くわよ。え、どうして、何かあったの。修ちゃんが事故に遭ったって。え、事故って。危ない状況みたい。え、病院からの電話を受けて病院へ向かうことにした。公園から飛び出した子供を助けようとしてトラックとぶつかったらしい。おじさんのことは嫌いだけど、さすがにちょっと心配かも。え、どういう状況。何かあったのかな。ママ、みんなに見られてる、恥ずかしいよ。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。あれ、ユウさん。あなたは確かシュウちゃんの友達の。カイリです。どうも、いつもお世話になってます。こっちは娘のミホです。君がミホちゃんか。いつもシュウジから話を。あ、ごめんなさい、お急ぎでしたよね。何かあったんですか。そうなんです、実は修二が事故にあって今から病院に向かうところで。え、修二が。それなら俺の車で病院まで送りますよ。え、いいんですか。いや、その格好でどうやって病院まで行くつもりだったんですか。街中がびっくりしちゃいますよ。あ、いや、そのちょっと焦っていたもので何も考えていませんでしたお恥ずかしい。修ちゃん、きっと修二は大丈夫ですよ。だって二人のこと置いていくわけないから。え、とにかく急ぎましょう。はい、お願いします。こうして私たちは
カイリさんの運転で病院へ向かった。修二、修二さんの奥さんでしょうか。はい、そうです。あの、目のやり場に困るのですが。え、あ、すみません。あの、これどうぞ。すみません。そんなことより、しゅうちゃん、夫は？手術の結果、一命は取り留めました。でも、意識は戻らない状態です。そんな、どうしよう。しゅうちゃんがいなくなったら、私。ゆうさん、きっとあいつならすぐに意識取り戻しますよ。しゅうじのことを信じてあげてください。でも、こんなに取り乱すママを初めて見た。パパが亡くなった時は結構冷静だったのに、おじさんの時はこんなに。これを見て私はまたおじさんのことが嫌いだと思った。え、ママ、パパの時はこんなに泣いてなかったのに、おじさんの時はこんなに泣くんだね。やっぱりパパのこと忘れたんだ。そんなわけないでしょ。パパの時はね。おじさん、このまま目を覚まさなければいいのに。ちょっとミホ、なんてこと言うの。だっておじさんだって結婚がしたいだけでしょ。ママと結婚するために私に気に入られようとして、機嫌取ってケーキとかくれちゃって、ほんとバカみたい。ミホ、いい加減にしなさい。あなたには内緒にしていたけど、パパはずっと前から病気だったのよ。亡くなる何年も前から。え、幼いあなたには心配をかけないように黙っていたの。余命宣告もされて、治療も長いことずっとしていて、ママは病気と戦うパパのことをずっと見ていたから、亡くなったのは本当に悲しかったけど、覚悟はできていたのよ。美穂から見たら、ママがあんまり悲しんでいないように見えたかもしれない。でもそれまでの過程でもう十分ママは悲しんでいたから、亡くなった時をとても穏やかに受け入れられたのよ。そんなの知らなかった。私はてっきりママはパパのことなんてどうでもよくなっちゃったのかと。そんなわけないでしょ。パパはいつもママの心の中にいるわ。忘れるわけない。今まで内緒にしていてごめんね。私もママがパパのこと忘れてるなんて言ってごめんね。パパのことを忘れてないってことはよくわかった。でもおじさんとママが結婚することはまだ話が別だよ。やっぱり私はおじさんを父親だとは思えないんだ。それはそうよね。あなたにとってしゅうちゃんは父親じゃないわ。でも父親って形じゃなくても徐々に家族になれたらいいな、なんて思っていたんだけど、あなたがそこまで言うのなら。美穂ちゃん、ちょっといいかな。カイリーさん、俺はずっと修二から君たちの話を聞いていたんだよ。修二はママのことだけじゃなくて、美穂ちゃんのことも大切に思っているよ。そんなの嘘だよ。私はママのおまけでしょ。それは違う。修二が好きになったのは君のことを必死に育てるユウさんなんだよ。どういうこと。だから修二は君のこともユウさんのこともひっくるめて好きになったんだ。君は修二にとっておまけなんかじゃないし、美穂ちゃんのこと大事に思っているよ。あいつ言ってた。美穂ちゃんが亡くなったパパのことを大好きだったのは知っているし、自分は父親だと思ってもらえないかもしれないけど、家族として新しい思い出を作っていきたいって。そんな私今までおじさんにひどいこと言ってきた。しゅうちゃんはね、一度も自分のことを父親だと思ってほしいなんて言っていないのよ。あなたは気づかなかったかもしれないけど、あなたの気持ちをいつも最優先にしていたのよ。そんなの知らなかった。私ねえ、美穂ちゃん、きっとこのまま修二が目を覚まさなかったら、君は一生後悔することになると思うよ。おじさん、数日後、あれから数日が経ち、おじさんは集中治療室から病室に移された。だけどまだ意識は戻っていない。カイリさん、ありがとうございます。いや、俺は何もしていませんよ。いえ、カイリさんがしゅうちゃんのことをミホに伝えてくれたから。ミホ、あれからずっとしゅうちゃんのそばを離れないんです。そうですか。
それは良かったです。あとはあいつが目を覚ますだけですね。そうですね。お医者さんの話によると意識が戻るのはいつになるかわからないってことでしたけど。あ、ママ、カイリさん。ミホちゃん、こんにちは。こんにちは。ミホ、看病ありがとうね。少しは休んだ方がいいわよ。ううん、目を覚ましたらすぐに言いたいことがあるんだ。そう。さらに数日後、目を覚ましたらまた遊園地連れて行ってよ。今までごめんね。あれからまた数日が経った。私は毎日病院で看病しているが、まだ意識は戻っていないけど、私はもうおじさんのことを家族だと認めていた。今動いたわよね。うん、しゅうちゃん、ゆうちゃん、みほちゃん、俺、一体しゅうちゃん、目を覚ました。なんだ、あいたしゅうちゃん、事故に遭ってずっと意識なかったのよ。え、迷惑かけてごめんな。しゅうちゃんが目を覚ましてくれてよかった。ずっとみほが看病してくれていたのよ。え、みほちゃんが？ありがとう。ほらみほ、あなたしゅうちゃんに言うことがあるんでしょ。うん。え、どうしたの？今までひどいことたくさん言ってごめんなさい。え、私のこと大切に思ってくれているって知って謝らないとって。それとこれからもやっぱり私のパパはパパだけど、あなたも私の家族だよ、しゅうちゃん。しゅうちゃん？うん、これからはママと同じようにしゅうちゃんって呼ぶね。ありがとう。私たちは本当の家族になった。数ヶ月後、ママ、しゅうちゃん、早く早く。ちょっとみほ、走らないの。しゅうちゃんまだ怪我治ってないのよ。ああ、そっか。ごめんなさい。しゅうちゃんはあれから無事退院。私たち家族3人での生活をスタートさせた。パパでもおじさんでもなく、しゅうちゃんは私にとってなくてはならない存在だ。カイリだ。成田だよ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。カイリも意外と子供と仲良くできるんだね。どういう意味だ？いや、タイはないんだけどさ。本当か？よかったらみんな動画の感想をコメント欄で教えてね。コラボグッズも概要欄からチェックしてくれよ。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくお願いします。それじゃ、またね。